はい、じゃあカプラ取りました。これから新しいのつけていきます。ちなみにですね、こっちがヤフオクで買った中古のやつですね。これ動作確認済みって書いてあったんで、これ一回つけてみます。カプラーとカプラーをつないで、ちょっと入れますね。カプラーがつきました。動作確認をします。シートベルトです。ロックされましたね。まだこれカップしかついてないんで、かかってる。カップしかついてないんですけど、ちょっとロックされてますね。こっちの方は消えてますね。ちゃんとリリースもできます。ロックされてますね。警告もちゃんと消えますね。はい、じゃああとはこれをここに戻していきます。はい、じゃあここの4点とこことここのですね、ボルト、あとはですね、新しいシートベルトのボルトをここに入れてつけるだけです。じゃあこれやつを締めていきます。はい、とりあえず手締めしました。締めだったら、それ以上にラチェットだったらもっと回りますね。はい、終了です。これにて、取り付け作業終了です。ご視聴ありがとうございました。